堀立を咲く眠れる人。その女が僕を見てあんまり親しげに微笑したので、僕はその女についていかずにはいられなかった。もうすべてのものは眠っていた。ただ風だけが目覚めていた。がそれとても街中に散らばっている紙くずをすら動かすほどのものではなかった。それはむしろ空気の流れと言った方がいい。それが僕を後ろから押すのである。目を閉じてそれに押されるままになりながら、僕は激しい疲労を感じている。女は僕から十歩ばかり先に歩いていくが、かの女もまた僕のように疲労しているのだろうか。そしてやはり目を閉じて空気の流れに身を任せているのだろうか。かの女と僕は夜よりも暗い街の中をいくつとなく通り過ぎる。僕はもう僕がどこを歩いているのだか知ることができない。そしてただこの夜の空気の流れが僕たちに一つの方向を与えているように思われる。家々はすっかり閉ざされている。たまに窓に明かりがついていても、僕たちがそれに近づくと、あたかも僕たちを恐れるかのように、それは消されてしまう。そのように二人きりで歩いてはいたが、しかし女は僕が後からついていくのを知っているのかどうか少しもわからない。それほど女はすべてのものに無頓着にゆっくりと歩いている。そればかりではなく、僕までが自分のつけているその女のことを忘れてしまう瞬間がある。眠りが時々僕たちの中を通り過ぎるのである。その度ごとに僕は歩きながら眠る。しかし眠りが非常に静かに僕の中を通り過ぎるので、ほとんどそれに気づかないくらいである。僕たちはある広場に出る。突然一台の自動車が僕たちを追い越すためにサイレンを鳴らす。それが僕を目覚めさせる。すると僕はその瞬間までほとんど感じていなかった眠たさを急に感じ出すのである。眠りは僕の手や足にうるさく絡みつく。そしてまたいつの間にか僕の目は閉じてゆく。今度は冷たくなった空気がそれを開かせる。僕たちは長い橋の上を渡っているのである。橋の下の水は全く動いていない。死んでいる波、手足の硬直している波、波のミイラ。川岸の並木は僕たちよりもずっと大きな影を持っている。僕たちの影は時々その中に入って消される。一つの弱々しい言葉が僕の口から逃げ去る。僕たちはどこへ行くのか。しかし僕には、僕の激しい疲労にもかかわらず、もっと空気が、もっと歩行が必要のように思われる。僕は女の後から再び夜よりも暗い街の中へ入っていく。と突然、ある街の隅から一匹の白い犬が飛び出してくる。それはかの女を見知っているのであろう。それはかの女を嗅ぎながらかの女の周りを嬉しそうに走り回る。かの女はそれに自分の着物の裾を勝手にかませながらなお進んでいく。それからかの女は不意に一軒の小さなみすぼらしい家の前に立ち止まる。そしてそこに犬を残したまま
少しも後ろを振り向こうとはせず、小さな家の中へ入ってしまう。するとその犬は、おとなしくその家の不気味な格好をした影の中にうずくまる。あたかも、かの女がまたすぐ出てくるのを信ずるように。その様子が、再び方向を失おうとしていた僕に、一つの希望を与える。僕もその場に、その小さな家から少し離れたところに立ち止まる。そして、かの女の出てくるのを待つことにする。その時その犬は初めて僕を認めたらしく、恐る恐る僕に近づいてくる。そして僕を嗅ぐ。僕はその犬と顔を見つめ合いながらため息をつく。そのうちに急に犬の方でも僕に慣れ慣れしくなって僕の足元に横たわる。そしてもうそこを離れようとしない。僕はといえば、僕はもう自分一人だけの力ではとても歩き続けられないような気がするのである。それに今しがたまで僕の後ろから押すようにしていた空気の流れもなんだか止まってしまったようである。僕は新たな疲労を感じる。僕は非常に眠い。僕は時々そこに立ったまま眠る。僕は夢を見る。その夢はしかしすぐ僕の短い眠りからはみ出る。そして小石につまずくように現実にぶつかる。しかしそれがどんな短い夢であっても僕には長い夢のようにしか思われない。僕は一日中のあらゆる時間を夢見る。現在をすら夢見る。そしてそこに夢と現実とが重なり合う。僕にはどこからどこまでが夢であり、そして現実であるのか、区別することができない。僕は時々どこかで小鳥が鳴くのを、そしてまた僕の心臓が鼓動するのを聞く。すべてはこうである。夢が変化するのは偶然によるのではない。それは眠っているもののする姿勢につれて変化してゆくのである。そのようにこれらすべてのものは変化していったのであろうか。すべては昼間も目を開けて立ったまま眠っている僕のためであろうか。すべては、それは野球場であった。ここにはあらゆる種類の人たちが見られるのである。手を打って喜んでいる人たち、顔を真っ赤にして罵っている人たち、絶望したように黙っている人たち、それらを見ながら絶えず微笑している女たち、そしてそれからそういう人たちの真ん中に、背中にいっぱい日を浴びながら居眠りをしている僕自身がいるのである。突然新しい喧騒がその前の喧騒と入れ替わる。それが僕を目覚めさせる。バットの音、飛んでゆくボール、それを追いかけてゆく選手ら、青い空、太陽。それからまた僕は何の感動もなしに目を閉じる。僕の周りの騒がしさも僕の夢見心地を心よく揺すぶるばかりだ。誰かが僕の名を呼んでいるようである。僕は目を半分開けてその声のする方を振り向く。それはマリである。かの女は僕のそばで僕に聞き取れない言葉をいつまでも喋っている。それからかの女は急に僕に顔を近寄せて、何でもいいからあと3時間したらカフェリッツに来いというのである。僕は腕時計を見る。
3時15分。僕はかの女が時間の正確に病的な興味を持っているのを知っている。6時15分にだね。僕がそうかの女に聞き返す暇もないくらい、かの女は素早く僕のそばを離れる。まるで僕に怒ったように。僕はかの女の後ろ姿を少し見送る。それから僕は自分のようにかの女の後ろ姿を見送っている多くの男たちを見回して、今更驚く。なんと多くの男たちが、かの女の姿を見ることによって、一つの共通な感動に捉えられていることか。僕は、人々がかの女について僕に言ったことを一つ一つ数え上げる。かの女は怖くてきだ。かの女は金持ちだ。かの女は愉快な会話をする。かの女は決して不機嫌な顔をしたことがない。かの女は運動好きだ。かの女は上手に水泳する。ただしかし、かの女には男を愛することができない、と。最後には必ず人々によって付け加えられるところの一つの言葉。それは真実であろうか。それともそれは単なる人々の抽象に過ぎないのであろうか。ともすると今の僕はそれを真実であろうと思わずにいられなくなるのである。それはさっきから北のことが僕の頭の中に浮かんでいるからである。それは昨夜のことである。北は僕の家まで送ると言って僕についてきた。彼は一人になることを非常に恐れているようだった。そしていよいよ別れようとしたとき、彼はついに彼の黒い思想、イデノアルを僕に打ち明けたのである。だってマリが君を愛しているじゃないか。僕が言った。あの女は、僕のことなんか何とも思ってやしない。僕が死んだって。彼がそう絶望したように言うのを聞きながら、僕は僕の一年前の危機を思い起こした。心の中の手のつけようのない混乱が一時的に青年を全く無気力にするのである。彼は自殺を決心する。しかし、薬品を飲む前に、彼は彼がそれから離れられないために苦しんでいた写真や手紙らを焼き捨てる。それと同時に、彼は自分の中の混雑が急に整頓され出したのに気づく。そして彼には、だんだん自殺の必要がないように思われ出す。彼は再び、生きようとする。そこに僕の周囲の数人の青年らがいた。僕がいた。そしてそこに今僕の前にすっかり絶望しきっているように見える北がいるのである。だから僕は彼のこの瞬間の絶望した顔つきから無駄な心配を感じないように彼から目をそらしながら、失敬すると簡単に言ったばかりであった。それはまだ昨夜のことでしかないのである。が、彼は今どうしているだろうか。それにしてもマリ、人手なしのマリオ。かの女について人々の言うことは真実なのだろうか。僕は遠くの方にかの女を眺める。僕のところからは、かの女の目も口も鼻も見分けることができない。それらはみんな一緒に炎のようになって燃えているのである。やっと夕暮れになる。そして試合が終わる。人々は立ち上がって歩き出す。
僕はグラウンドがすっかり空っぽになるのを待って、一番最後に立ち上がる。その間に僕はマリを見失う。僕は疲れ切って頭を垂れながら人々の後についていく。しかし僕には僕の前の人々も彼らがどこへ行こうとしているのか、彼ら自身さえそれを知っていないかのように思われる。それなのに僕は彼らについていく。他に仕方がないからである。僕のすべきことは、ただゆっくり夜を待っているということだけだからである。そしてやっとその夜が来た時、僕は僕の周りの人々が、埃が夜の中へ入って見えなくなるように、一人一人夜の中へ入って見えなくなったのを発見する。6時15分。僕はある小さなレストランの中へ入っていく。僕のすぐ後からマリも入ってくる。食事をする。私、お腹が空いてるの。そう言いながら、かの女は音を立ててスープを吸う。かの女はフォークとナイフを乱暴にぶつける。そしてかの女はせわしそうに歯を動かす。かの女は僕に退屈させまいとして話をするためにしか咀嚼するのをやめない。僕は絶えずかの女を見たり聞いたりしながら他愛なく笑っているのである。そのうちに一人のボーイがかの女の食い散らかした皿を持ち去ろうとすると、かの女はそのボーイに何か言ってからかう。するとそのボーイはニヤニヤ笑いながら嫌な目つきでかの女を見返す。それを見ながら僕は少し不愉快になる。いつか僕の友人の一人がかの女を不正に中傷した言葉を思い出したぐらいに。その友人は言うのである。かの女は浮気者だ。かの女はバカだ。かの女は下等な会話しかできない。かの女は誰とでも一緒に寝る。かの女と一緒に寝ないのはおそらく君と僕だけだろうと。僕はそのボーイの立ち去るのを待って少し真面目な顔をして問う。あれから北に会ったかい？いいえ、会わないわ。その会話はそのまま僕たちから煙のように立ち上って逃げ去ろうとする。それを逃がしてはならない。あいつはひどく君の悪口を言っていたぜ。そうですの？君が。そんなことは言わなくてもいいわよ。私知っているの。あの方、こう言ったんでしょ？私が生意気だって。そうして、あの方を軽蔑してるって。だけど、あの方だけではないの。みんなそう言うの。私は、そんなことを人に言われる自分を、自分で、嘲笑っているの。喋っているかの女の中には、何か見知らないものがある。それからかの女は、黙る。そうして、もう食事の終わるまで、物を言おうとしない。時々女たちの中には何か見知らないものがある。それが僕を見するのである。しかしそれは僕の欲するほど長くは続かない。すべてのものはすぐ明瞭になる。そして虫眼鏡の中でのように僕は女たちの心をはっきり見ることができるのである。マリはハンドバッグの中から小さな鏡を取り出してそれを見つめ出す。僕は知っている。それは化粧を直すためでなく、時間を知るためであるの。かの女は自分の顔でもって時計でのように経過した時間を
知ることができるのである。僕たちはレストランを出る。するとマリは急にはしゃぎ出す。しかし僕には、かの女がどんな顔をしているのか、並んで歩き出したので、よく見ることができない。かの女は言う。私、今夜旅行に行くの。うん。一人で行くのよ。うん。どこへ行くかまだ決めてないの。だけど、真っ先に神戸へ行ってみるわ。あの街で、ブラブラしながら、どこへ行くか考えるんだ。そんなことは、黙っていた方がいいよ。僕が後から、行くかもしれないじゃないか。よかったら、来てもいいわ。かの女は、最後の言葉を言ったかと思うと、素早く自動車を呼び止めて、その中へ飛び込む。そして、びしゃりと、そのドアを閉める。僕が後からそれへ乗るのを恐れるかのように。それからかの女はガラスの向こうから僕にさよならをする。微笑をしているが、その微笑は僕にはなんだか意地が悪いようにも、また非常におずおずしているようにも見えるのである。マリ、お前、一人の見知らない女。僕は今、お前から、離れれば離れるほど、お前のことを考えながら歩いているのだ。夜と街、夜の街。僕とすれ違う多くの女ら。かの女らは、誰もかもみんな似ている。少なくとも僕には、同じようにしか見えない。だがお前だけは、みんなと違っている。お前の中には何か見知らないものがあるのだ。お前が僕を見するのは、まだ行ったことのない地方の植物が旅行家を見するがようにだ。彼はそれらしい香りを嗅ぐ。彼は自分の前に幻の植物を認める。彼はそれに手を触れようとする。するとそれは水平線のように遠ざかる。マリ、お前はなんと僕の近くにいるのだ。そしてまたなんと僕の遠くにいるのだ。お前はもう汽車に乗っているだろうか。そして窓ガラスに額をくっつけながら、僕がお前のことを考えているだろうと思っているだろうか。それとももうお前は寝入ってしまっただろうか。ああ、僕はお前を愛し出しているのだろうか。いや、僕は男が女を愛するようには、そして北がお前を愛するようには、決してお前を愛してはいない。お前が僕を見するのは、お前の中に何か見知らないものがあるからだ。僕はそれを知るためにのみお前を欲する。僕は自分をお前の魅力から引き離すためにのみお前を欲する。僕はお前の後を追って旅行に行きたいのか、それとも旅行に行きたいのでお前のことを考えているのか。僕はそれに答えられない。いっそ僕はもうお前のことは考えない方がいい。僕はお前のことを考えないために、お前のために苦しんでいる北のことを考えよう。そういえば北がどこかで僕を待っているような気がする。僕は北を探さなければならぬ。そうして何度僕は無駄な期待を持って街角を曲がり、バーの中を覗いてみたか。僕はとうとう、あるバーの中に、数人の友人を見出す。僕は入ってゆく。君たちは北を知らないか？みんなは怒ったように僕を振り向く。一人が言う。君は、まだ知らないのか？あいつが死んだの。死んだ？昨夜、自殺したんだ。
僕は化石したようになってそこに立っている。僕はもうそこに座っているのだと信じながら。僕は僕の手から帽子を落とす。しかし、それにも気がつかない。それにもかかわらず、僕は僕が少しも取り乱したところのない冷静な様子をしているのを不思議に感じる。それからしばらくすると、僕は北の死んだことに妙な苛立たしさを感じ始める。僕はそれがどういう感情であるのかはっきりわからない。僕にはそれがおそらく僕のエゴイズムから、北は死ななくともよかったのに死んだのであり、そして彼はただ自分の苦痛を彼の周囲の者に、ことに僕に、見せつけたいためにのみ死んだのではないかと考える僕のエゴイズムから来ているかのように思われたのである。君はマリに会わなかったか？一人が僕に質問する。僕は率直に答える。僕はこういう場合率直にしか答えられない。かの女と野球場で会ったこと、それからまたカフェリッツで出会ったこと、かの女は今夜旅行に行くと言っていたことを、かの女はどうも北の死んだことを知っていたらしいが、なぜかそれを僕に言わなかったことを。それを言いながら僕は、かの女が急に僕の友人らの好奇心の対象になりだしたのを認める。彼らはかの女に非常な興味を持ち始めたようである。彼らはかの女について議論をしだす。言葉が飛ぶ。それから急速に落ちる。そしてそれはどこへも到達しない。その間絶えず僕は、マリという名が様々なアクセントでもって発音されるのを聞いている。それは、あるいは重々しげに、あるいは軽やかに、あるいは悲しげに聞こえる。彼らにとってマリは一つの神秘的な存在であるのである。時間が僕たちの上を流れる。が、それをいくらか倦怠を持って感じているのはおそらく僕一人であろう。それは僕にはもうマリも一個の女に過ぎなくなりだしているからである。人々は驚きを持っている。かの女は男を愛すことができないと。もしそうならば、それは僕の友人を絶望には導いただろう。が、それはまた同時に彼をそこから出て行かせたであろう。彼がそこから出て行くことのできなかったのは、かの女が他の女たちのように誰か一人の男を愛していることの確信を持っていたからに違いないのである。それは誰であるか。僕はそれが誰であるか知らない。そして知ろうともしない。かの女を僕はもう欲していないからである。かの女の中にあった見知らないもの。それは今の僕にははっきりしている。それは死の影である。そして今は、かの女ではなしに、死そのものが僕を見するのである。それが注意深く僕に近づいてくる。そして僕の腕を捉える。それは僕を立ち上がらせる。そして僕をそこから連れ出す。僕は、それのするがままになっている。僕は夜の空気と一緒に何か空気ではないものを吸い込む。それは水を飲むように心よい。しかしそれはだんだん僕に嘔吐を感じ出させるところのものである。僕はそれを空虚と名付けることを思いつく。その時である。
一人の女が僕に親しげに微笑をしながら僕とすれ違っていったのは。僕の足元にうずくまっていた犬が急に立ち上がって走り出す。それが僕を目覚めさせる。僕はその犬が例の不気味な格好をした家の影の中へ飛び込んでいくのを見る。それから再びその影の中から一人の女と一緒になって出てくるのを見る。僕にはそれがさっきの女であるかどうかもはやわからない。しかし僕はその女の後から機械的に歩き出す。犬に見習って。すると犬は僕のことに気がついて、時々僕を待つかのように僕の方を向いて立ち止まっている。しかし僕がそこまで歩いていくか行かないうちに、急に思い出したように前の女に追いつくために走り出す。そういうような犬の動作にもかかわらず、その女は自分の後を追っている僕に少しも気づかない様子をしている。かの女は自分が誰にも見えないと信じきっているかのようである。だが僕にはかの女が見えるどころではなく、かの女が何か悲しみを震い落としながら歩いていることをさえ敏感に感じているのである。そのように並んで歩きながら、女と犬とそれから僕はいくつもいくつも街角を曲がっていく。一つの街角を曲がるたびごとに、僕には僕たちがますます僕の知らない真っ暗な街の中へ入り込んでいくように思われる。すべての街角は神秘的である。どの街角の向こうにもきっと誰かが待ち伏せているような気がするのである。それは強盗だろうか、それは死骸だろうか、それともそれは僕自身だろうか。そうしてそういう街角の一つを、他のどれよりも一層陰惨に見えるところのそれを、僕が僕のあらゆる不安を持って女と犬の後ろから曲がろうとしたとき、僕は突然そこに立ちすくんだ。もはやその先に女と犬とを見ることができなかったからである。その二つのものは、その街角を僕より数秒先に曲がると同時に、跡形もなく消えてしまったからである。僕はそこに立ちすくんだまま、もはや一歩も先へ進もうとしない。僕にはそれより先の暗闇が、何かしら底のない穴のように思われるのである。僕はいつまでもそこにじっとしている。僕は僕がこの都会のいかなる地点にいるのか知ることはできない。しかし僕はただ僕が死の最も近くにいることだけはわかるのである。風がまたいつの間にか吹き始めている。前よりはいくらか強く。それは煙のように木の枝に引っかかったり、どこからかいくつも紙くずを転がしてくる。それは薄気味の悪い音楽を聴いているようである。それを聞きながら、僕は次第に僕の悲哀が満足していくのを感じる。僕は僕の死んだ友のためにこのように一夜を明かしているのだろうか。そうして僕は自分が疲労と眠たさから倒れそうなのを感じながら、しかしその場を去ろうとはせず、いつまでも街角の向こうの不気味な暗闇の中をじっと見つめている。初めて夜というものを見ているかのように。